ちょ、これ、これ山が泣いてた。この PV 見て山が涙してます。これ一番かわいそうなんだけど、この PV 史上。こんなんある。え、ちょ待って、竜ラッシュ早くね。待って、ユースケ見逃さない。竜ラッシュ早くね。幻覚これ。みんなの幻がそうさせてる。願いか。いや、ラッシュ早いやろ、これ。あんな滑るかい？オッケー、頑張ろう。まあ、この調整ってそこじゃないから、 PC から集中。これなんかちょっと中央だとあれだけど、端だとプラスフレームっぽい。で、強波動で打つと電陣になる。だからこの弱波動打つとノーマルになる。で、大パンから弱ためがつながる。早いな、ちょっと待って、早いな。ワンコそばか、早いって。まだ食ってる途中なんだよ。大パンため弱フラがつながるようになった。これちなみにかなりでかい。でしかもこれ大パンノーマルね、これ実際ね、この飛んだ時に何もなかないんだけど、ちょっとルークにしては安かったんだけど、かなり多分。で、あとね、これ副産物があって、大パンパニカン中ナックルとか入るから、ため差し返し大パンもリターン上がるの。これしかもどちらかというとそっち本体説がある。こっちはね、なんだかんだその、この飛び入った時ね、遠目で飛び入った時に、まあ、要はアッパー入らないじゃん、この距離。から、立ち台パンから行くんだけど、ナックルいけねえなーで、ラッシュしたり、OD ナックル使ったりしてたんだけど、まあそこはね、別にまあまあ、変わりがあるんだけど、差し返し台パンはね、まあそこも別にラッシュでいいんだけど、ただノーゲージかどうかはやっぱ、でかいからね。っていうのも、この、弱ナックルの後って、ノーゲージだと結局これ置き攻めいけないのね。弱ナックル締めって。弱ナックル締めじゃない。弱ナックル指導って。いや、ルークはね、熱い。熱い説は。キンバリは、あ、てかこれ、あ、これも繋がんのか。あ、大の肘から、オーディーズナ繋がって、で、武神旋風脚、オーディー武神から SA2 が使える。なんか今日アバターバトル見てたから、もうなんか本来繋がるように見えるけど、これ繋がってないから全部。なんかアバターバトルみたいなコンボができるようになるね。まあだから攻めのなんか火力とかやれることを増やしたっていう、これいい調整だね。キンバリやっぱこの辺のね、空中コンボ楽しいから。で、チュンリーはなんか追突が確認キャンセル猶予が短くなった、確認できないはちょっとまあ諸説あると思う。キャンセル量が短くなった。代わりに有利フレームが増えてる。で、多分これガードも増えてんだよね。これ今、追突って、レンガじゃないんだよね、これ。実は。実は割り込める。無敵技とかで。ただ、むずいけど。そんな、みんな追突ラッシュに割り込んでないでしょ。そもそもむずいんだけどね。むずいんだけど、これそもそも今レンガじゃないんだよ、これ。これそもそもレンガじゃなくて、あ、そう。あれは、今の PV は、ヒットから発揮が繋がるっていう、この有利フレームが増えたっていうあれなんだけど、だから確認できなくなった代わりにヒットバックが増やされてる。か、ラッシュができるタイミングが早くなった。まあ、どちらにせよ、有利フレームが増えてる。あ、こんなん繋がるんだ。あ、これ、いいね。地上の、あ、へえ。これ今ね、ラッシュからやってるから、今の5ゲージコンボだから、まあ今の状況はまああれなんだけど、投げと打撃の、打撃タクを選んだ時に、これが今繋がらんのよね。この後は一緒。ここまで一緒だよね。だからこれが繋がるよ、ね。そう、これがね、いや、確認だとこれ繋がらないね。結局これ今、最速キャンセルでやって今繋がってないから、確認すると結局この、後ろ倒しになるから、確認すると繋がんないと。ただ、これが、こっちが速くなったのか、引き台 P ののけぞりが長くなったのかで結構話変わる。引き台 K が、じゃあ引き台 P が伸びてると、のけぞりがね。これ今確認するとさ、これ繋がんないんだ。確認するとというか、頑張って確認してるはつながる。ただ、遅くなると、
こうやって繋がらない。これ確認よりめちゃくちゃ長いから。いや結構この打撃卓、打撃卓やるときに、駒投げと打撃のっつって、打撃卓やるときとかに、こういうので、やったときにちょっと繋がらない、遅れると繋がらないから、まあ頑張れば繋がるんだけど、っていうこっちにも影響あるから、左 P ののけぞりが伸びてたら熱い。こっちが速くなってるよりは、こっちが伸びてる方がまあ、強いかな。まあ強化です。すごいの入ってる。ザンギのね、ちょっと使いどころがなかった、少なかったから、しゃがみ台は。で、OD トルバラン SL。あ、これね。これね。剣、厚さある。剣厚い。中足粉塵昇竜。OD 劉備高め粉塵昇竜。ですか。剣、熱い。剣熱いです。しかも、いや、しかもこれね、粉塵、そう、粉塵昇竜からね、距離近い。粉塵昇竜だと置き攻めできないんだけど、本来。これ置き攻め、そもそもね、粉塵昇竜のリターンが上がってるわ。吹っ飛びが、ほら、不自然に上に吹っ飛んだよ。ほら。近い、距離が。これ今、粉塵昇竜当てると、ちょっと遠め、なんか真上に飛んでなかった。あれ後ろ剣取ってた。後ろ剣取ってたよ。うん、ああそうだね。うん、近い近い。明らか近い。剣熱い。まあ剣はただね、結構致命的なというか、かなり痛い弱体化もあるっぽいから、まあ中大のディレイ確認猶予、てかディレイか、ディレイが効かなくなってるっぽいから、弱体化はあるが、これ今何か。いや剣は結構弱体化ある。中大。かなり弱体。中から確認そうなぞ。いやいやいや。剣の中台は、めちゃくちゃ弱体がね。てか、現状で確認よりめちゃくちゃ長いから。かつ、暴れ潰しになる。レンガにも、非レンガにもできるっていうのがもう強いから。どっちかしかできないんであれば弱い。弱いというか、普通の技になる。これは、ドライブラッシュだけかかんのかな必殺技もかかんの必殺技かからないけどドライブラッシュだけかかる技ってある？ラッシュできるイコール必殺技もキャンセルできる。これは割り込める。割り込める。これまあよくあるのはこれだよ。だからこの間に割り込める。こうやって割り込める。こっちも割り込めるから、なんかそのガードの上からうんたらはあんまり、そもそも変わん、そもそもこれ割り込、本来割り込むものだから。あ、そう、SA だけキャンセルかかるわ、あるね。割れなくなくなる。ダイヤロー締めのとこ、伸びる。あ、コンボが？コンボが、いや、安くね？いや、基本ラッシュをあそこで入れてのコンボは。だってこれキャンセルラッシュでしょ？ 3 ゲージやで。コンボとして使うんだったら、めちゃくちゃ弱い。俺だけ今見てるけど。コンボで、ああ、確かにね、モダン用だね、これ。うん。これ、クラシックでは別にこれ使わないよ。え、これさ、3ゲージだよ。生ラッシュだったら強いけどさ。まあまあ。なんか TC は全体的に調整入ってるっぽい。え？シャガ中。地対系シャガ中。SA3 のリーチが伸びてる。これ SA3 今めちゃくちゃ短いから。多分この距離ね、繋がらない。今じゃ入らないね。まず、立ち台系。シャガチューピーは繋がらないんですよ。これが繋がらない。でこれも多分届かない、うん、だからこの2つだ。今めちゃくちゃ短いから SSL。 これちょ待って、これ山が泣いてた。このPV 見て山が涙してました。あの山が涙してる。これかわ、これ一番かわいそうなんだけど、この、これ一番かわいそうじゃない？この PV。PV 史上。こんなある？今まで。こんなかわいそうだったこと。いや、これはね、無敵つきましたという布石の可能性もゼロでは。こんなことするってことは。いや、ただ無敵の描写じゃない。リーチ伸びてるとかの話。いや、じゃあリーチ伸びてる描写にしない？
これ隙が減ってる、まあ要はこれガードされても反撃が難しいですよっていうだけ。無敵はありそうね。いやいや無敵あったら超絶強化や。いやてかそれだったら無敵ある描写にしない？これだってガードの描写じゃん。いやこれ一番かわいそうや。これ DJ は一番かわいそうや。立ち弱系中足がつながる。リリア早っ。あ、で、中足 OD。中足 OD もつながらないよね。え、とか、でも中足つながってたよ。え？中足。いや、ただ誰もつながってるとは言ってないの。中足5フレ中足5フレですか。え？中足別になんか、行くか。桃地山。桃地山の出番か。これつながってんの？つながってない PV だったらだいぶやべえ PV だ。1。これ1でいいですか？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9。9。いや、10。いや、ん？いや、9だ。9。え、立ち弱系パニカン何フレになってんのこれ。いや、だからもう見るから遅いもん。中足。別に。5フレ。立ち、こわ、立ち弱の、え、今、プラ5や。プラ9。今、プラ1だよ。え、プラ9ということは？あー、連キャンじゃなくても繋がるってこと？え、じゃあ、立ち弱カウンター中繋がるの？これ繋がるよ。ってことでいいですか？ TC 説？いや、TC じゃないやろ。まあ、TC じゃないやろって、有利フレームが4フレ増えるのもありえんけど。いや、TC じゃない、TC じゃない。立ち弱系終わってる。立ち弱系しっかりできてるから TC じゃないと。立ちこう、2フレ増えて中足。いや、中足はね、桃地山では9だった。まあ、10が9は全然ある。つながってないあるんだよな、これ。いや、つながってないのやる？なんか、つながってなさそうじゃない？いや、いや、なんか、わかった。立ち弱系の見て。のけぞりなんかめっちゃ長いわ。見て。立ち弱系、で、ルークがのけぞってる時間めっちゃ長くね？ほら。なんか不自然に硬直してない？いや、そんなもんか。ルーク、出てこい。いや、伸びてる。いや、伸びてない？パニーカンの仕様？え、パニーカン、今プラス4なんだけど。もうプラス 4？ プラス 8？ いや、中足はほぼ9。これ確定。中足9確定。ってなると、繋がってるとしたら、これがプラ9。なんで、今のフレームにプラス4。4フレ有利フレームが増えてる。え、だからノーマルヒットプラ 5？ ノーマルヒットプラ5ですか？ブランカは？こっから裏って回れる？なんかサプフォがめっちゃ伸びてる。ああ、そうだよね。サポーがなんかめっちゃ伸びてるな。感性乗ってんのか。ああ、感性乗ってんな。ブランカはまあ人間、また TC。これはでも暴れつぶしになるっぽいからな。中パン TC。こいつはさっきのキャミーと違って使いようありそう。これ。これどこで使う ?TC がやっぱ多いな。お弱え。なんか攻め弱え。あ、でも、橋なら置き攻めできるな。あー。いや、悪くない。固定ダウン。あ、へえ。まあ、竜の TC 集中と一緒だよ。いや、でもパッチノート見たいね。全然、前日やめてほしいね、パッチノート。寝不足になるから、多分。